2月21日火曜日のつながるニュース、火曜日のキーステーション、中野ブロードウェイから徒歩7、8分、早稲田通りから薬師柳通りに入ってすぐのところに来ています。この辺りはね、個人経営のお店もありまして、歩いてるだけでも楽しいですよ。さて、ここからは深掘りトークのコーナーです。すみません、ありがとうございます。このコーナーでは地域で活躍している人や注目されている場所にスポットを当ててご紹介していきます。2月もあと1週間、来週には3月になります。3月3日はひな祭りですが、その翌日3月4日はミシンと読む語呂合わせからミシンの日に制定されています。イギリスのトーマス・セイントが世界で初めてミシンの特許を取得したのは1790年のことと、で1990年にミシンの発明から200年のこの翌年、一般社団法人日本縫製機械工業会が3月4日をミシンの日と制定したということなんですね。ミシンの歴史は深いです。ということで今日は中野区にあるミシンレンタルスペースおよびミシンのワークショップ兼ものづくりができるセレクトショップ、こちらポートポルトさんに伺います。さあ、お店の中にお邪魔しまして、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。代表の鈴木さんです。ポートポルトの鈴木です。よろしくお願いいたします。お願いします。鈴木さん、もういろんなところから伺っていきたいんですけども、はじめにこちらポートポルトさん、どんなお店なのか教えてください。まずポートポルトの名前なんですけれども、はい、これポートは英語で港、うんうん、ポルトがイタリア語で港、うんうんうん、それ合わせた造語です。で、世界のもの、日本のものも含めて発信していく港になりたいという思いでその名前にしました。だからいろんな多国籍の雰囲気が漂っていて、うん、でジャンルもね、後ほど伺いますが、いろんな商品も置かれているんですよ ね、 そうですね、はい、なんか本当ワクワクしてくる、もう端までこうお店をまず見たくなっちゃうような感じなんですけども、あとはものづくりなどもできるミシンがあるお店、はい、はい、そうです、うんうんうん、レンタルミシンを置いてて、私はミシンの専門家ではないんですけれども、お客様たちが、はい、ミシンでちょっと何かを直したいとか何かを作りたいって言った時に、結構皆さんミシンをもう捨ててしまって持ってないっていう方が多くて、それで何か使えるミシンはないのかっていうことを言われたので、レンタルミシンを始めたんです。あ、なるほど、はい、あちらのね奥にミシンが見えてるんですが、ちょっとよろしいですか、伺いましょう。あ、なんかいろんな種類のミシンがあるように素人目には見えているんですが、うんうんうん、合ってますか？合ってます、はい、1、2、3でこっちで4台ですか、ね、はい、ここで来た方は、はい、ここで借りて時間内に使うっていう感じ。そうです、なるほど、はい、お店にじゃあ縫いたいものとかを持ってきて、はい、ここで使わせてもらう、はい、そうです。これどんな違いがあるんですか、ミシンは。これはロックミシンですね。こういう、あら素敵、かわいい、お袖のところはひらっとした、これも手作りですか。そうですね、これはこのロックミシンだけで作ってますね、はい、こういったお洋服も作れるのがロックミシン、はい、この後ろにあるこの、これは職業用のミシンで直線縫いだけしかできません。まっすぐ縫う、はい、ただこれは力があるので、こういう革のものも作ることができます。すごい、これ欲しいですとか言ってかわいい、本革とかも縫えちゃうぐらいパワーがあるミシン、はいはい、これは幅広がります ね、 そうですね。しかもこれを家に送っていったら相当広いお家じゃないと。そうなんだ、ね、実はですね、私、裁縫が趣味でして、はい、家でね手縫いの刺繍をするんですけど、はい、すごい、うん、履かなくなったスカートとかを自分でポーチにしてそこに刺繍したいなと思ってるんですが、これの場合はどういったミシンを使えばよろしいですか。普通の直線縫いのミシンで全然大丈夫ですね、はい、じゃあここに持ってきて、はい、
ポーチの作り方とかも教えてもらったり。あ、はい、はい、もうそれはあの簡単に作れる方法があるので、はい、そういうあのミシンの使い方とか何かの、はい、何かの作り方とか、はい、そういうワークショップとかもされてるんですか？ワークショップはあの一部してますけれども、うん、なかなかコロナ禍で人を集めてできていないんですけれども、一人の方が希望されればそれであのワークショップやっております。いいですね、マンツーマンでも教えていただけるということですね。はい、はい、じゃあここで、いろんなもの作られる方がいらっしゃると思うんですが、はい、他にはどんな使い方ミシンされる方がいらっしゃいます？ミシンはですね、はい、意外や意外引っ越してきたけれども、はい、カーテンの長さが合わなかった。ほうほう。で、あの縫製やってくれるところに頼むとすごい金額なので、はい、なんかそんなに綺麗じゃなくてもいいから自分たちでちゃちゃってあげたいわとか、はい、なるほど、はい、なるほど、はい、いいですね。そうですね。あとは最近あの着なくなったお着物とかアレンジされる方もいらっしゃると、はいはい、そうですね。着物はですね、あのアロハを作ったりとか、素敵、そういう方もいらっしゃいます。はい、ここに来てじゃあ皆さんも熱中、はい、夢中になりながら、はい、わーっと作品を作られているわけですね。はい、そうですか。で、押さえておかないといけないのが、はい、このミシン、そしてお洋服も販売はされているんですけども、はい、それ以外にもさまざまな雑貨など販売もされています。はい、ちょっと雑貨ゾーンへ参りましょうか。くるっと一周お店の中が回れる感じになってるんですね。そうですね。ほらすごい、あ、こちらアクセサリーなども、あ、素敵、ありで、お洋服、またバッグなどでしょ。あ、これ毛糸なども。そうですね、あの手編みする方が買いにいらっしゃいます。あ、はい、で、健康器具、そして食品などなどと一気に世界がここから広がってます。この品揃えは一体どうなさったんですか？これはですね、はい、私自身が健康に興味があるので、はい、食品はなるべく体にいいものを入れたいなっていう思いもあって、はい、あの入れたんですけれども、なぜ食品かっていうと、はい、結構お客様ご高齢の方も多くてですね、お友達に会いに行くときにちょっとお土産に持ってきたいっていう、はいはいはい、そういうことを言われて、それだったら体にいいもの、ちょっと面白いものと思って健康系のオーガニックとかの食品を入れてます。そうか、はい、あのちょっとね、そこのスーパーとかコンビニとかではなかなか手に入らなさそうな雰囲気のものもありますもんね。はい、へー、お酢であったり蜂蜜であったり、はい、そうですね、でどれもあの鈴木さんのお気に入りというか、はい、でさらに鈴木さんの後ろには化粧品も取り揃えていますので、乾燥のシーズンですからね、はい、あの保湿系 の, あのものとかいろんなものも取り揃え、メイクアップ用品なども揃っていますので、こちらにいらしていただければいろんなお土産がそうですね、そうですね、すごいですね。いやいや、これはね、あのこちら側にもお洋服がたくさんかかっていたりと、あの本当にあの上から下まで隅々までじっくりと見て、あの掘り出し物を探す、そうですね、宝物を探したいなっていうような、はいはい、ちょっとあっち見るとビーズとかそういった小物系も、はい、ビーズも海外から取り寄せているので、ちょっと変わったビーズがあります。うわー、たまりませんね。でこれでアクセサリー作る方もいらっしゃるので、はい、そうなんです。いやー、いいですね。うん、これからもこのお店はどうなっていっちゃうんだっていう、そうですね、どうなっていっちゃうんですか ね、ワクワクする商品これからも期待しています。ありがとうございます。では最後になるんですけども、はい、あのテレビをご覧の皆さんにも、はい、ぜひ一言お願いします。はい、少し前に出ていただきましょう。このコロナ禍でなかなかレンタルミシンやりに来られる方いらっしゃらないんですけれども、随分コロナも落ち着いてきましたので、ぜひあの格安でミシン使うことができますのでいらしてください。他にもこういろんなものがありますので宝探しの気持ちでぜひお越しください。
ありがとうございます。ありがとうございます。確かにあのミシンを買うぞって迷っている方もここでね試運転というか、ね、ちょっとした感じで使ってまず体験していろいろな、使用方法利用方法もあるかと思いますのでぜひ遊びにね来てみてください。ということで、今日はポートポルトさんのご紹介鈴木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上深掘りトークのコーナーでした。